芸能界でもものすごいパワースポットだと話題の三峯神社。芸人のバイキングが三峯神社で修行をした後、2012年のキング・オブ・コントで優勝。毎月初めの発売している白いお守りは浅田舞さんが妹の真央さんのために買ったことがテレビで紹介されてから話題となり、以降南海キャンディーズの山里さんが 後輩芸人と白いお守りを求めに訪れたり、スポーツ選手がお忍びでお参りしたり、ゲースポ会でも大人気。レアアイテム、白いお守りをゲットした後に不思議な体験をしたお話です。ちなみに、三峯神社は5時で、正しくは三峯神社と書きます。ここからは、実際に体験した三峯神社での不思議体験レポートです。 この日は朝5時に起きました。前日の夜は寝つけずふらふらしながら電車に乗りました。8時12分、西武秩父駅に到着。眠くて仕方ない。すでに三峰神社に行く人たちの行列ができてました。一日しか配布しないお守りは超人気のようです。平日なのに4台のバスが超満員。 乗り切れず次の10時10分の便まで待つ人もいました。西武秩父から三峰神社までは約1時間30分ですが、秩父湖辺りからは大渋滞。坂道の途中でバスの運転手さんが三峰神社まで歩いて30分ですが、この渋滞では歩いた方が早いので降りたい人はどうぞと。もちろん降りて歩いて行きましたよ。 眠さと疲れで、ヘトヘトになりながら、三峰神社に到着。三峰神社の鳥居は、日本でも数少ない、三鳥居です。この三鳥居付近で、白い気守りの整理券を配布しておりました。この整理券さえ持ってれば、いつでも社務所で交換してくれるので、慌てていく必要はありません。三峯神社内には、なぜか誰もいない交番があります。 神社の参道からちょっと外れたところに、洋拝殿という雲海スポットがあります。雲海がなくても眺めは最高なので、絶対行くべし。御縁がたくさんありますように、御縁玉をたくさん投入しました。これが随神門の前のお犬様です。随神門をくぐると、温度が急に下がった感じになります。そして、足取りがふわっと軽くなる。 他のパワースポットにはない感覚。標高1102メートルの長山奥に、ディズニーランドみたいな大行列ができてるってすごいことですよね。行列に並んで30分。ようやく参拝できました。毎月1日にしか手に入らないレアな白い着守り、ついにゲット。お値段は2000円です。本殿に向かって、 左側の社務所で売ってますよ。木箱をオープン。周りの空気ががらりと変わるようなものを感じました。これぞ三峯神社の白い毛守り。お守りは白の他に緑、朱、コ桃があります。緑、朱、コ桃は1000円。白いお守りだけ木箱に入っていて2000円。体力は消耗しきっていて、 歩けないと思ってたはずなのに、なぜか10キロメートル離れた七部湖のバス停まで歩く気になりました。七部湖周辺のおシャンプーをしてみたかったのです。我ながら頭おかしい。でも、景色は素晴らしいです。さて、時刻は17時3分。と、その時、自分でも意味もわからず走り出しました。そして、バス停に着いたのですが、 バス時刻表を見て真っ青。バス最終時間を過ぎてるじゃん。バスの最終便が16時55分。まさか最終便が16時台だとは思ってませんでしたからね。真っ暗闇の中で夜を過ごす自分の姿が脳裏を横切ったその時。バスが遅れてやってきました。ほっと一息ついてバスに乗り込み気がつくと。 いつの間にか白いお守りを握っていました。これって白いお守りが守ってくれたんじゃ。と思わざるを得ませんでした。そして無事に三峯口駅に到着。やっぱり不思議だ三峯神社。最後に三峯のちょっとオカルトな情報をご紹介します。ちょっと怖い三峯周辺その1。三峯神社の奥宮の下を流れる 大地川。平安時代平野正門の妻、貴郷と、その家来99人が、この川の源流付近に逃げ、自害死99人の地は、7日7番流れ続け川の水が真っ赤に染まったことから、大地川と名付けられた。ちょっと怖い三峰周辺その2。同じ場所で、次々と人が死ぬ。2010年7月24日、武道沢で、 女性が滑落し死亡。2010年7月25日武道沢で滑落した女性を救出しようとした防災ヘリコプターが墜落し5名が死亡。2010年7月26日ベテラン登山者が転落し。2010年8月1日武道沢での墜落ヘリの取材に向かった日テレ社員2名が川で死亡。 この2010年夏の連続開始事件後、三峯神社に不思議なことが起こるようになった気がします。2012年に竜の模様が現れたり参拝したお笑い芸人が、その後活躍したり次々と不思議な現象が報告されてます。2007年に三峯ロープウェイが廃止に追い込まれるほど、閑散とした山奥の神社が、今や連日の大混雑。 亡くなった方々は、三峯のパワーの生贄だったんでしょうか。三峯神社の凄さは、お守りだけじゃない。